はい、どうもさっくんです。今回はこちらです。南海の岸の里玉出駅に来ております。今回はこの駅から乗車したい車両がございまして、この駅から出ております支線、通称潮見橋線乗ります。ここを走っている2200系、2230系に関しては公式が引退を発表、そして 2200DF に関しては千葉県の銚子電鉄に譲渡が決定し、すでに車両は千葉県の銚子電鉄の方に渡っており、そろそろ現実を見ないといけないということで、別れを惜しむファンがたくさん乗ってくる前に日常の姿を目に焼き付けておきたいと思いました。この潮見橋線は本当は南海高野線の路線ですが、南海本線と南海高野線がこの岸の里玉出駅から難波まで高架化した際、南海本線とクロスしていた線路を全て難波方向に向けて進路を切り替えてしまい、潮見橋方面は完全に支線化してしまいました。この南海高野線の潮見橋方面が完全分離する前から、2両編成の6000系がことこととこの都会の中のローカル線を行き来していたようです。完全分離してからは釣りかけ駆動の1521型が充当されていましたが、その車両はすでに引退。現在まではこの2200系、2230系が1編成この複線をずっと行ったり来たりを繰り返しております。約数年前までは南海の祈願であった梅田新宿であるなにわ筋線をこちらの潮見橋方面から地下に通す計画があったのですが、なぜか計画は断念。現在は新今宮から先、新難波を経由してなにわ筋線を通すという計画に切り替わりました。この車両は引退を決定していますが、この路線ですらも廃線になってもおかしくないような事態に陥ってしまいました。しかしまだ路線の廃止は決定されておらず、木津川や津森から終点の潮見橋まで行き、阪神の桜川駅と接続できるため、需要がなかったとしてもまだまだ希望が持てる路線だと思います。JR 大阪環状線とクロスする手前にあった芦原町駅、こちら JR の芦原橋とはかなり離れている場所にあります。乗り換えようと思えばなんとか乗り換えはできるようです。南海高野線、かつての高野山方面の玄関口だった潮見橋駅に到着。この駅の左手には貨物列車なども待機する留置線がたくさんあったのですが、現在はオートバックスに変わりました。それではこの列車の折り返し時間6分の間にこの潮見橋駅を少しだけ散策します。でもこの駅、実は連絡してるのが阪神の桜川駅です。こちら阪神の桜川駅の、エレベーターでございます。それがこの目の前にこの南海潮見橋という駅があります。これもともと南海高野線の起点でして、ここはね、あの元高野鉄道の大ターミナル、本駅が支店ということで、結構大きな
ね、コンコースなんですけども、もう今はもう視線の廃れた駅となってます。塩見橋のスタンプを押してすぐに折り返し列車に乗ります。列車の運行は1時間に2本、しかも同じ車両が行ったり来たりを繰り返しており、近くを走る JR 大阪環状線や地下鉄御堂筋線からするとアウトオブ眼中な路線だと思われます。この2230系、かつての2万2000系が走り出した頃はこの塩見橋を起点として高野山方面に走っていたと思われますので、南海高野線で2万2000系が走り出した当初を味わうことができます。こちらの車両はもともとからワンマン列車を想定して前面の貫通ホロ枠を撤去、すっきりとした印象になっています。それでは岸の里玉出行き出発です。この車両の閉じ目開閉機には貫通ホロ枠付きの2200系とは違い、未更新ですのでこのようにドアの音がかなりうるさく、個別に開閉するドアシリンダーとなっています。この木津川駅ももともと貨物の取り扱いがあり、構内踏切が残ったままとなっています。こちらの駅の外ではかなり有名なゴミ屋敷があります。たびたび有名な YouTuber さんが紹介しているようです。木津川を出るとまた数名降りていきましたので、少し車内の方も撮影します。シートはオールロングシート車両で、2扉の車両ですのでこのように扉の間の座席がかなり長いです。そして蛍光灯むき出しで、内装品には塗装をしていない化粧板のアルミデコラを使用、クーラーは分散型が7つついています。つもりに到着です。つもりからは学生らしき方々がたくさん乗車してきました。それもそのはずです。この駅の近くには西成高校という高校がありますので、部活帰りの子だったと思います。ということで南海高野線、通称塩見橋線の往復の旅は一瞬で終了。南海の中ではこのモーター音をあと何回聞けるのでしょうか。しかし千葉県の銚子電鉄に行けばこれからもこの車両のサウンドを聞くことはできます。また大井川鉄道の2万1000系も同じモーターと台車を装備、しかし南海本家で聞けるのはこの塩見橋線と田名川線、加田線、和歌山高線と高野線の山岳路線、観光列車天空のみです。この古さを感じるモーター音を関西で聞けるのもあとわずかとなりました。機会があればぜひ行ってみてください。というわけで今回の動画はこれにて終了です。ご視聴ありがとうございました。もしこの動画が面白いと思ったらぜひチャンネル登録高評価をお願いいたします。また Twitter、 ブログ、インスタもやっております。そしてメンバーシップ会員も募集しております。安くて月額290円にて限定動画見放題、また限定ライブ配信もやっておりますので、ぜひそちらもご検討ください。